ジョエル・マビル火災は、ブラジルのサンパウロにある25階建てのオフィスビル、ジョエル・マビルで起きた火災である。ジョエル・マビルを雑居ビルとしていることが多いが、下記に、記載の通りテナントは、銀行等の企業のオフィスであったことから、オフィスビルと記載する。1974年2月1日に12階のエアコン室外機のショートが原因で火災を起こし227名の死者を出した。 火災後回収されたジョエル・マビル1970年代、ブラジルでもビルの高層化が進んでいた。1969年に建設が始まり1972年に完成した25階建てのジョエル・マビルもその一つであった。火葬会が駐車場フロアになり、その上にオフィスの入る構造になっている。中央の高い胸がエレベーター胸。 その左右にある胸の内平行四辺形の胸がノースタワー、三角形がサウスタワーになっている。冷暖房が完備され、入居テナントは銀行等の企業が多くを占めるなど、近代化されたジョエルマービルはサンパウロでも一際目立った存在であったが、現在の基準で考えると下記のような大きな欠陥があった。このように防災設備が不十分で、 一び火災が起きれば大火災になる可能性があった。そして完成から2年後、現実に大火災が発生した。1974年2月1日、多くの会社員が出勤していた午前8時50分頃、ノースタワー12階のメド上部に設置されていたエアコン室外機がショートして出火、午前9時10分頃には、隣のビルから消防署へ火災が通報された。 炎はやがて窓を破壊し、12階の可燃性の内装を燃やしながら、建物中央のエレベーター棟に炎症、階段の吹き抜けを通じて上階へ達した。日本で起こった千日デパート火災と同じように、階段が煙突の役目を果たし、唯一の避難経路が早々に使えなくなった。約300人ほどが、火の手や煙が回る前に難を逃れたが、 半数以上が逃げ遅れ171名が屋上に取り残された。この時点では、サウスタワーまでは延焼していなかったが、ノースタワー12階の窓から激しく燃え盛る炎は、強風に煽られ、やがて14階の窓を破壊するとさらに勢いを増し、サウスタワーに延焼、両胸の窓伝いに燃え広がった。午前9時30分頃に、消防隊が現場に駆けつけ、 消火活動を始めた時にはすでにビルは炎と黒煙に包まれていた。エレベーター胸の出入り口を通じ屋上にまで火が迫っていたがヘリポートがないため屋上からの救出も困難であった。最初に出火したノースタワーを中心に逃げ遅れた被災者が飛び降り始めた。消防士がカルマ、なおソウルトム等のメッセージを大きな布に書いたのを はじめ、多くの地上の人々が思いとどまるように被災者に呼びかけた者の,の20名が転落死した。はしご車で避難中の被災者を上から飛び降りた者が直撃し、一緒に転落する二次災害まで発生した。そして最終的に炎は屋上にまで到達し、避難者うち90人が救助前に消死した。また、エレベーターで脱出しようとした13名も煙に巻かれて死亡し、 遺体は身元がわからないくらいに炭化していた。この火災は午前中に発生したことから鮮明な映像が残されている。炎は昼頃すべてのものを焼き尽くしたところでようやく沈下した。蒸気のエレベーター内で発見された身元不明の遺体はビラールピナ墓地に埋葬されている。この火災の死者は227名に上り、防火体制が不備な高層ビルで、 多くの死者を出す事例の一つとなった。十五階にいた母子が逃げ遅れ園と煙に襲われ母親は幼い我が子を抱きしめて飛び降りた。母親は死亡したものの子供は母親の体がクッションになり生還した。このような大火災を引き起こし多数の死者を出したジョエルマビルであるが築年数が2年と新しかったため4年かけて改装されビルに面した広場の救命から プロス・サダ・バンデーラと解明され、現在に至っている。Google の地図検索にある航空写真でも特徴的な形をしたジョエル・マビルを確認することができる。この大火災をきっかけに、ブラジルの建築物における防火基準について法改正がなされることとなった。本火災が発生した1970年代は千日デパート火災と日本でも 数多くのビル火災が発生している。海外の事例であるにもかかわらず1974年に、共和教育映画社より、ジョエル・マビルのサンジー・ビル火災の恐怖というタイトルでドキュメンタリーフィルム化されており、ビル火災の恐怖を伝える資料として、現在でも複数の自治体で保管されている。A.B. ジョエル・マビル火災から40年生死史上に、残る第3次サンパウロ新聞。 2016年2月28日、閲覧。ありがとうございます。